さあ、マリオカート、レート3万台とかもいるんですけど、4桁の人も結構いるというカオスなフィールドにやってきたぞ。尖った見方をする人がいるなら、あ、これレート吸ってる部屋ですわみたいな、そういうのもあるかもしれないけど、そういう人たちのサブアカかもしんねえ。なので慎重にいきましょう。今回は猫カメです。よろしくにゃ。怖いんですけど、その中撃たないでください。ちょっと待ってみや、あの中にも、あの中身はいないよな。あれもう怖いこと言うなよな。中身だけ取り出されてるって考えたらもっと怖いからな。うん、そういう話じゃねえんだよ。だから中に、ノコノコの本体がいるという設定にここはしておきましょう。なのであいつは話したら理解してくれるはずだぜ。そう、話し合いでね、なんとかしていこうぜ。行くぜブラザー。ふっふっふ、お前たちでは俺たちには勝てねえ。なんたってこっちは4人いるんだからな。そう、俺たちは欠けることなく、あ、ごめん、1人はぶってたわ。まあいいや、行くぜ。俺ふ、やるじゃねえか。くそー、我がブラザーたちが言ってくれたってのによ。そして兄貴も言ってくれたぜ。そしてちょっと色違いの兄貴もここで合流。くそ、1個2個取りたかったんだけどね。よしよしよし、兄弟がやってくれましたね。さて、1位の悪い字がまだちょっと距離あるな。ちょっと君邪魔だよね。俺も邪魔だったわ。みんな邪魔だ。くそ、さーて、あれだな、これは別の国のライバルチームだね。よし、キノコパワーを借りて一気に、そう、今度はキノコの4兄弟のパワーを借りて一気に前に出てくぞ。そろそろサンダー来るかもしんねえんだよな、これな。というか赤マジあかんでしょ。あ、ごめん、そういうこと言うつもりはなかった。ごめん、もうやめてくれよ、もうこういうの。俺だって嫌だよ。お前かハンドルがやばいことになってきて、もう そういう意図はないですよ、さすがにね。もうどうかしてるよ、こんなの。今は、ま、真面目にレースしてるんですよ。茶化すのやめてもらっていいですか。ほらこれはもう身を守った方がいいですね。ちょっと待って、いけるなあ、マジか、ラグか。距離的にいけると思ったんだけどな。ムーン、なるほど。ですが超軽量マシンで2位、悪くないんじゃないでしょうか。見ての通りの部屋なので結構吸えるぜ。うん、私も数少ない5桁勢のようですね。頑張りましょう。1万勢が1人増えました。最終的にやばい部屋になったりしてな。ガーというわけでよろしくお願いします。目の前に見えるは悪い字のケツ、超えてやるぜ。まあなんだかんだ2万3万の人はそこそこ以上に走ってるから、そう簡単には勝たせてくれないだろうね。にしてもここ曲がりやすいな。軽量級特有のインコース攻めていけるかもですね。ただコインがないとな、さすがに速度が遅すぎ大事件でしょうから。大事件って何でしょうね。よし、うわー、これだけで抜かれるのはやるせねえ。邪魔、ほらよっと。できれば K さんの前を狙ったんだけどね。こいつ絶対後ろ行くよ、そういうやつだよ。なぬ、意外と手堅いプレイをする。さあ、びっくりドッキリメガホンを構えているのですが、後ろを見ておかないと。うおー、前方不注意かこれ。前方不注意は一番ダメですからね。ふざけてんのかって、これ脇見運転ってやつだろ。よし、さあで、インをついて攻めていきますわよ。取られましたわよ、さっきのあいつじゃん。犯人知ってますよ。モートンだろう、モートンじゃねえわ、誰だっけ。まあ誰でもいいわ、誰でもいいか。見てねえじゃん。でもさっき持ってたじゃん、それが誰かまでは覚えてねえんだよな。お前だろ、もう落ちろ。みんな不幸になっちまえばいいんだ。よし、私以外のもの全てを不幸にしていく。なーぬ、キラーが出るにしては位置がかなり近くね。今回あの悪い字だけすっと抜けてんのか。そらよっと、なぬ、守ったか。やるじゃないかヒーロー、キューン、透明になって身の安全を確保。緑1個で一体何がつかめるというのか。怖え。うっ、2浮上、怖いって。お、ケイ君、おっと、ケイ君、うっそだろ、赤すぐ取られた、この野郎。撃っとけよかった、こんなんだったら。しかも撃たれるという。何今の。俺死んでる、もしかして。俺死んでたんか、わい、死んでたんか。
誰か当たってねえから、あ、元に当たったっぽい。やったぜ。やばい、試合が始まってる。よろしくお願いします。ここかよ、ここかよ。ここはな、でも、いつものマシンと違う。ただ、曲がりやすすぎてダメかもしれない。よし、というわけで、ついてきやすい兄貴。というか、1位の人が抜けたのか、2位の人か、どっちでもいいや。2位かな。モートンはさっき一緒に走ってたし、となると、私が1位取りやすくなったんじゃないです？見てください、この圧倒的なイン攻め。やばくない？まるでマリオカートを、なんか1年間ぐらいはやってそうな立ち回りですよ。今までは1年もやってなかった。そう、生後3ヶ月みたいな立ち回りしてたんですけどね。この程度の攻撃では私をもう止められませんよ。来てますね、一人。ふっ、やるじゃない。だけどすでに私は1年プレイヤー。舐めてもらっちゃ困りますわよ、許さんわよ。野球大好き。じゃあ野球やればいいじゃない。レースをやるなんて、野球を舐めているのかな。危ねえし、危ねえし、超絶危ねえし。おい、ここいけるかな。え、もうそ今のタイミングは神やろ。いや、後ろないってもキノコだったからさ、気にせずブレずに打っときはなんとかなったかもしんないんだけど、いや、打った気もすんだよな。取られた瞬間はアイテム使えない判定になったりします。何にせよやってくれますわね。あかか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 、これもう誰が勝つか分かんないなこれあーあー、真ではない、少なくとも真ではない一人脱落しましたね。よしよし、じゃないが、透明になってなお逃れろ。もうこの状況でなら、おらおらおら、欲張れ。自らを爆発の演出に身を包み、美しく貫通してゴールしたかったぜ。よし、まあですが、なんだかんだ上位3連続。しかしレート的にはどうかな、レート的にはどうかな。今回超適正マリオカート動画シリーズ、意外となかったかもしれないミラーレインボー、よろしくお願いします。誰がこのステージの覇者か、皆さんの体に教えてあげよう。よろしくお願いします。今回は緑のヒゲです、よろしく。悪い字とかいうパチモンが流行ってるらしいですが、オリジナルの存在も忘れないでほしいですね。にしてもステージがミラーになるだけでこうも見づらくなるか。みんなハンドリングがちょっとおかしいことに、つうか体傾いてるんですけど私今やばいっす、やばいっす、やばいっす。首が50度曲がってます。さーて、え、こっちで合ってたっけ、こっちで合ってたっけ、あれあれ、こっちだっけ、あれ合ってるっけ。うおー、グワングワン動く。合ってますね、かろうじてですけど。よし、インをついて。そう、これある意味他の方は多分ステージにやられてるなこれ。よっしゃ、やはり。ちょっと待ってくれ、俺覇者になっちゃっていいんすか。レインボーロードオブザシーン絶賛公開中。よし、これであれだよ、今年の映画はやっぱレインボーロードオブザシーンだよねみたいな感じでちょっと一世を風靡しちゃいますか。セピア以上によろしくっす。貫け、未だかつてない順調感。後ろを攻めるのはまあ線でいいでしょうね。赤が一気に2つ以上飛んできた時とか手に負えねえしな。とてもいい感じです。いいんすか、1位いいんすか。ほら来たな、ほら来たな、来ると思ってたんだよ。あげく私のガードまで破壊するとはね。ちー、うー、踏んだり蹴ったりだけど、むしろ横を通ろうとしていた人の加速を潰したか。でかくねお前あいつでかくね。いや、悪い字といえどでかくね。いや、もしかしたら悪いじくんがめちゃくちゃモデル体型なのかもしれない。やめてくれ、あー届かないよあれあれあれ、ちょっと待ってくれ、え、爆死っすか僕の映画やべやべ、受けると、作者は受けると思ったシリーズですかこれ。ちょっと待ってください、待ってください、なんでこんなにアイテム強いんだよ。待ってくれ、ね、2個目ってマジっすか。あるべ、まだある、まだある、まだある。ちょっと待って、ちょっと待って、レインボーロード大気圏突入、ちょっと待ってくれ、やべえ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 く
ソ映画ですか、クソ映画なんですか、クソー終わった終わった、これじゃあこれじゃあ魂を吹き込んでくれた役者さんたちにルイージ君に給料払えないよ、悲しいな。どうも戻ってきました。ですがさっきの、そう初期で7位だから上出来だよ。そう部屋に入りたては12位スタートだろ、つまり半分は追い上げたわけだ、不利だったのに。そう考えていこうぜ。つまりこの次もまた半分ぐらい上げるから、次の順位は4位ぐらいですかね。やがては頂点を取る男です。サインをねだるなら今のうちだぜ。このルイージのサインがよ欲しいだろ、なんならマリオって書いてやろうか、ふっふっふ、バレへんバレへん、よし、おれ加速がある分この辺も滑らかにいけるぞ。そう緑の人気者として負けるわけにはいかん。トゥルトゥルー、緑人気者アタック、あなたを捕らえて逃がさないぜ。そこですクロスアタック、ふっふっふ、なぬ、割と狙いは悪くなかったんだがな。じゃあグリーンフレアアタック見せてやるぜ。もうちょっとこう語彙力磨いて、オラ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 、なに、全て外しただと、やるじゃないか。しかしまああれだ、さっきも私の前を走ってた人だよな、この人、仲良くしましょう、仲良くしましょう、およし、ブブラー、くっそラグかよ、くっそ、踏んだり蹴ったりじゃないか、おお、だけどトゲゾウだったから結果的に良かった、おお、抜いた瞬間にトゲゾウぶち込まれるところだったぜ、つうかもうぶち込まれてんな、それ。この辺の人たちはもうショートカットアイテムを使えないわけだと思ったけど、うおい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 、それは予想外でござる、オッケーオッケー、予想通りでござる、やべえのいるって後ろに、怖いって怖いって、レスキュー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 、僕緑、僕緑、兄じゃ、よし、おーキノコキノコキノコ、まだなんとかなるべ、よし、にしてもしずえよく切り抜けたな、やるじゃん、お兄じゃ兄じゃ、待って、偽物こら、やーべえことになってる、お兄じゃ、ほれつーか、トゲゾと兄じゃさっきのボムだ、くっそ、まだ残ってやがった、ラッキーセブンですよ、皆さん、スロットのお時間ですよ。次行ったらもうフィーバー入りますからね、わし。なんかあったっけ、ミラクルセブンだっけ、そう、スマホゲーでもセブンとか揃ったら、あれはあんまり強くなかったっけ、あ、はい。